質問です。娘がおり、将来的に高校から海外留学を考えております。まずやめろって感じだね、はい、留学する際に何種類かを打たないといけないと聞きました。娘は生まれてから一本もを打ったことがありません。そしてこれからも打たせたくありません。を打たずに留学できる方法があれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。だからもうこれも一番ダメ質問、これ前から言うてるけど、はい。だからもう俺だったらもう絶対海外留学とかさせないもん。だってこんな新型クソ問題いっぱいって言うとるのに行かせてね、を打ちたくないけども行かせたいとか、もうこの発想は腐ってるわ、はい。日本人の発想としてもなんかおかしいところがあるし、何でもなんか右翼みたいになってもダメだっていうのはあるけれども、今の状況で行きたいっていう風なのはもう傲慢以外何者でもないよ。娘もそういうことからもっと考えなきゃいけないし、もう親がそうさせたいんだったらもっと傲慢ですね、はい。そういうなんか美味しいとこ取りをしてどうやって逃げようかっていう風に考えてるからこんな世の中になるんだっていうことを考えてほしいんで、僕からこういう人すごくたくさん相談来ますもん、はい。でもその発想がまずね、おかしいよっていうことから言ってますし、もしね、打たずに留学させたいんだったら、自分たちで社会活動しまくって、ね、私と同じことでも何でもいい、他のことでも何でもいいよ、もっともっといっぱいやってもらっていいですよ。っていうのをやって、茶番終わらしてからにしてくださいよって感じだね。絶対やってないと思うもん。この人だけ責めてもしょうがないんだけど、絶対やってないと思うよ。自分たちのできることをひそひそとやってますよ。そんなんで終わらないから。本当に。うん。やべ、愚痴がどんどん出た。やばいやばい。人を叩いてばっかりとね、後でますます俺は非難されるから。